do. Yes, adore you all of the time. I got to. こんにちは、ミーチョスです。手帳やノートが大好きなんですが、普段はこちらのトラベラーズノートを愛用してます。このトラベラーズノートはレギュラーサイズでして、もう一回り小さいのがこちらのパスポートサイズ、そしてさらに小さいミニサイズのトラベラーズノートがあります。はい、こちらです。トラベラーズノートの10周年記念で発売した限定の缶です。2016年の3月に発売して、ですぐ注文して4月1日には届いてたんですが、作ろうと思ってそのまま放置してました。ちなみに3種類出てまして、中の手帳は茶色と黒とキャメルの3種類、それぞれ缶の色も違います。この缶のデザインもすごいおしゃれですよね。エンボス加工になってます。はい、では早速開けてきます。わー、何度見てもちっちゃい。まず小さいサイズのトラベラーズノートのカバーと、あとチャームですね、そしてリフィル。大きなのはもう使ってしまったんですが、カスタマイズシールと、あと送るのを忘れてたプレゼントキャンペーンのハガキと、あと説明書とガイドが入ってたと思います。ちょっとね、探したんですけど見つからなくて。まずこれですよね。これトラベラーズノートを買ったことがある方はわかると思うんですが、もう全く同じミニサイズのカバーになってます。この挟んである紙も同じですね。ちゃんと手帳カバーもついてます。あ、手帳入れ忘れちゃった。見てこの小ささ、かわいい。トラベラーズファクトリーで売ってたパーツを自分でつけまして、このままキーホルダーみたいに引っ掛けて使ってたので、ちょっと年季が入ってきてますね。並べてみるとこんなにサイズが違います。こういったパーツも通常サイズと同じ作りになってます。チャームもすごく小さいです。そして今日使ってみたいのはこのリフィルですね。自分で組み立てて使うタイプです。今日はこのリフィルを使って小さいノートを組み立ててコラージュしていろいろと楽しんでいこうと思います。それでは早速いってみよう。はい、リフィルを広げてみました。まず表紙が10枚と、最初と最後のページの扉が10枚と、中のリフィルは全部で5枚ずつ、クラフト紙と白とクリーム色で、無地と横系と、あとリフィルセクションのミニバージョン、あの四角い方眼タイプが入ってます。ということは10冊作れますね。まず表紙を取って好きなリフィルを何枚か選んで、ホチキスで真ん中を留めるとリフィルができるそうです。結構簡単に作れますね。ホチキスで留めたところが取れてなかった。ちょっとこのホチキスが目立ちますね。まあ、挟むとそんなにホチキスも目立たないですね。かわいいな。いや、結構これかわいくないですか。うまくいったんじゃないかな。ミニサイズっていうことだけで満足してますね。どんどん量産していきたいと思います。
いろいろとオリジナルディフィルも作っていきたいと思います。まずこちらが最初に作ったクリーム色の方眼と無地と横系の3種類のミックス。次は方眼と無地の2種類のミックス。こちらは横系と無地の2種類ミックス。こちらはホワイトの無地。何も書いてないタイプ。次は方眼のホワイト。そして横系のホワイト。はい、続いてはクラフト紙です。実際のトラベラーズノートのリフィルでも発売してます。で、ここからが自分で考えたオリジナルのリフィルで、トレーシングペーパーだけを詰め込んだリフィル、インクやカレンダーを買った時についてきたちょっとおしゃれなトレーシングペーパーを使ってみました。はい、続いてはこれもちょっと変わった紙で、クラフト紙っぽい素材で表裏で色が違います。はい、続いては一見普通のリフィルに見えるんですが、グラフィーロという万年筆インクと相性のいい紙を挟んでみました。インクがぬらぬら書けるそうです。はい、最後は全部オレンジにしてみました。以上、11種類を作ってみました。これを使って今から遊んでいきたいと思います。じゃーん、完成しました。途中カメラの容量がなくなってしまって作ってるところが撮れなかったんですが、もう作るのが止まらなくてすっごい楽しかったです。こういった今までコツコツ集めてきた紙類を切ったり貼ったりしました。梅干しの説明書からくり抜きました。中は無地のリフィルなので、ちょっと可愛いイラストとか面白いイラストを描けたらいいなと思ってます。クルップ。はい、次のリフィルは、これは何にするか全くまだ考えてないんですが、この10周年のステッカーが特別感がありますね。次はマスキングテープをカッターで切って貼りました。樋口優子さんのマスキングテープですね。でね、これね、ちょっと間違えてしまって、もう上下逆なんですよ。もう直せなかった。ちょっと外して閉じ直すか、もうこういうアートなんだって言い切るか、どっちかかなと思ってます。はい、続いてのリフィルは、大好きなチョークボーイさんのシールだったりとか、いろんなところから切り抜いて貼りました。中はクラフト紙ですね。続いてはグラフィーロのリフィルです。これはやっぱりインクの見本帳にしたいなと思って、スタンプを押しました。小さいので黄色だけとかピンクだけみたいな感じで色を決めて見本帳を作っても楽しいかなと思ってます。はい。次は横系の白ですね。あ、でこれね、これは4冊セットのイメージで作りまして、 A が白いリフィルで、 B がクリーム色のリフィルで、このゴールドのタイプは中が方眼リフィルで
で、クラフト誌っぽい方は横系のリフィルになってます。4冊セット、はい、全部オレンジのリフィル。オレンジとブルーの組み合わせにしようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと今までのリフィルとは違った感じで、全部同系色でまとめるのも可愛いかなと思って作ってみました。このせっかくだからこのオレンジを生かしたいなと思ってるんですが、まだちょっと考え中です。あとこのクリップがちょうど良かったです。厚みも出ないのでミニサイズのリフィルでも使うことができます。最後はトレーシングペーパーのリフィル。なるべく透ける素材の、テープだったりシールだったり、あとはいろんなところから文字を切り抜いて貼ってます。重なった時に綺麗になるように意識して貼りました。これは作るのが本当に本当に楽しくて、紙のサイズさえ合わせてしまえば簡単にホチキスで留めることができるし、もう今まで溜め込んでた紙類とかシールとかを思う存分使えて楽しくて作るのが止まりませんでした。はい、実際にセットしてみました。挟んでも2冊が限界かなって感じはしますね。チャームをつけるとこんな感じです。こういう感じでトラベラーズノートにつけて持ち歩くことができます。リフィル収納にすごくちょうどいいサイズの箱を見つけまして、くるみっこというお菓子の2個入りの化粧箱なんですが、これがぴったりのサイズでした。このまま入れるとリフィルが広がって入れづらいので、クリップをつけてから収納します。できました。ぴったり収まってます。やっぱトラベラーズノートの楽しさってこういう、もうカスタマイズするっていうの、やっぱり改めて楽しいなって思いました。最近はリフィルの使い方をもう決めてるので、そんなにコラージュとかカスタマイズをしてなかったんですが、ちょっとね、改めてレギュラーサイズとかパスポートサイズでももっと遊び心がある使い方をしたいなと思いました。はい、では以上です。トラベラーズノートのミニサイズのリフィルを作ってみました。それではまたお会いしましょう。またねー。では以上です。最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。